昨日行われたヤクルト対 DeNA の始球式で話題の神ピッチングを披露したのはこちらの美女。プロのピッチャーと同じく 18.44 メートル先のキャッチャーめがけてボールを投げる始球式。野球経験のない人がホームまでボールを届かせるのは難しく、一昨年始球式に登場したプロレスラーの長州力さんもまさかの2バウンド、ボールはバッターの後ろを通過します。その剛腕で数々の猛者たちをマットに沈めてきた長州さんでも見事成功とはいかなかった始球式。しかしこの長身美女はやすやすと成功させたんです。それでは話題の神ピッチングご覧いただきましょう。さあ長身美女大きく振りかぶって投げた、ボールはミットど真ん中、ストライク。球審を務めたつば九郎も文句なしのストライクコール。ノーバウンドで投げるだけでも難しい始球式、その長身から繰り出されたストレート実に球速96キロ。投球フォームも見事なこの長身美女、実はかつてこのコーナーでも紹介したこの神スイング美女を直撃していたんですが、その時稲村さんはこんなことを話してくれました。もっと野球を生かせたお仕事ができたりとか、始球式だったり、はい、投げる方が得意なんで。その言葉通り見事なピッチングを見せてくれた稲村さん、神スイング美女が披露した神ピッチングにインターネットでも驚きの声が上がっていました。